はい工房説の長田ですくさびと書いて説と呼びますはいえー、と今週も主選販売の方をさせていただきますちょっと本数が多め30本ほどありますので前半後半で動画の方撮っていきたいと思いますはい本日3月の何日 ?3 月の 今日は2日ですね2日の、えー、と5日終わり、日曜日終わりですね、はい九州スペースウォークの方に出ておりますが、抽選販売の方をさせていただきます。はい先週の方、ね、えっ、ー、ね、やらないって思ってた抽選販売、M ペンだけ数本ですけれどもね、ねそうさせていただきますしたし、えー、多くの方に、ね、参加していただきありがとうございました。はい でまたね、えーと、説明の方ね、うん、あのー、抽選販売、いろいろ質問が来ておりますが、もうね、質問の答えすべて、まあ、ベースさんのね、アバウトっていうところにね、すべて書いております、まあ。特に初めての方はね、えっ、ー、と、アバウトのやつ読んでいただいて、ご参加していただけるようお願いします。まあ、あと、まあね、19日のブログの方でもね、はい、お支払いの件についてね、 はいえー、と書いております、はい、でね特にあれなんですけど途中で間違えたなっていう方あのこちらではね何にもできないんです、うん、皆さんがね抽選でパチッってやってるのはねベースさんに対してなんですよ、うん、なのでキャンセルは僕に言ってもできないんですなので間違えた場合はベースさんの方に言ってキャンセルの方していただいてくださいはい お願いいたしますはい、まあとはそうですねはいえー、ともう一つ多いのがねはい1番から今15番まで今回あります1人1本ですよってことは言いますけども1番から15番全部に入れて2本3本当たっても1人1本ですよってことです1個しか入れちゃいけないんですかって言われてもそうじゃないんですうんどれ全部入れてもらっても いいんです1番から15番全部欲しいなどれか当たればいいなって思う方全然 OK です全部入れてくださいで2本当たるぎもしくは3本当たるぎ1本に絞らせてくださいねはいそれは後でメールいたしますよということですはいお願いしますでベースさんの方は税込みでここに書いておりますもちろんあのベースさんでね商品やるときに税込み価格はあると思いますのでお願いします そして1番4本あるんですけど2番は2本ですねはいこういった場合2番目にやったやつが欲しいです当たったんで2番目くださいそれちょっとできないんですよランダムで送らせてもらいますなので選びたいっていうことがねまあこういう場合1本じゃないやつ限りはね選べないんですけどもそれでもいいっていう方のみの参加でお願いしたいなうん選びたいな1本 僕が選ぶ一本が欲しいんですという方、イベント来てください、うん。もっとたくさんの中から、もっといいものをたくさんご用意しておりますので、イベントの方に来てください。お願いいたします。はい。じゃあ行きましょうか。最初、ペンシルですね。はい。ペンシル1番、税込1万円でございます。はい。えー、っとですね。 イベント12000ペンシルはね黒がきは12,000からとなっておりますがまあそこまではちょっと届かないねーっていうやつをまあベイさんの方に持ってきてるわけです。はいまあまあ黒がきとかまあいろんなものいろんな木そうなんですけどまあこのブームになる前は木取りの時点でね跳ねていたやつ。 作らなかったやつもねもう今はちょっと作っておりますまあいろんな理由がありますまず黒脇のこういうもの自身が作っておりませんでしたでも黒脇自身がなくなってきております孔雀木だけがあるわけではございませんでまあ材木屋さんと話してねうんあごめん2番いきますね2番1万円ですね同じく1万円で真鍮パイプのやつですねはいえー、っと まあ黒柿も本当になくなっていきますので黒柿は黒柿の価値としてちゃんと君が売りなさいということを言われたわけですよねうんまあそのためにまあ今普通の黒がきもはい使っておりますがまあなそれはいいやつだけ作りたいですようんでもねなかなかそういうわけにもいきませんのでまあ レベル差ありますがたくさん作って、まあ、お値段を分けてという形ですねはい様七7000円税込7000円この子はねはいカーリンですはい木はありますまあちょっとストレスカーリー波木と言いたいんですけど僕が言う波木はこの感じじゃないんですよねどっちかってこれは縮み系の うん、トランク系のやつです。ただ、えーと、ここの元の中にコブがいます。コブの重さ、ストレスでだんだん波目、まあ、ストレス管理ができていくんですけども、まあ、それのそこまでなってないやつなので、まあ、カジュアルにして、さらに消費税サービスの税込み7000円ですね。 でペンシル4番ひとまず4番までーリンの紅白5500円、はいまあ、ちょっと日付が多かったので5500円ですねはい まあこんな感じでございますはいでシャーペンひとまずいった終わりちょっと一番最後にもう一本だけ出てきます5番9900円じゃないごめんごめん間違えてるシャーペンじゃないや7700円失礼いたしました ハワイアアンコアここからルーチェペンになります。ルーチェペンですよ。ルーチェペンね。はいえー、とハワイアンコア、このような。まあ、ちょっとプレーンの、まあ、縮みがないです。プレーンですね。はい、こういうやつですね。僕、ハワイアンコアっていうとね、まあ、縮み目で出しちゃってるんですけども、実際、ハワイアンコア、プレーンがほとんどです。縮み目が出るやつってめちゃくちゃ少ないんですよ。 うん、あのすごくか当初からね僕がやりだした当初からね勘違いされていてハワイアンコアって縮み木が出るものを言うんだみたいな感じがあったんですけど違います、はい、プレーンがほとんど縮み木があるやつだけは僕が使ってたということですまあたまにどうしてもね出てくるっていうのとまあこれも材木屋さんがねはいお話ししておりまして、まあ、プレーンも ちゃんと、まあ、プレーンがあるんですよっていうこととちゃんとプレーンはプレーンの価値をちゃんと永田さんがお伝えしてくださいということがありまして少しだけお出ししておりますはい6番ですね6番税込7700円えー、っと本当は8800円のタモの木でございますがまあ8800円 100円ちょ,ちょっと、うーん、少しだけおまけという感じですね。はい。チじみもくっていう人もいるし、なみもくっていう人もいるし、これでタマもくという人もいます。なので、攻防説では何かよく分かりま,んかりませんので、もとだけ言いましょうか。はい、もです。タモのもでございます。 いいですね。うん。もうちょっとキュッとなってくれるとね、はい、いいんですけど、そちらと8800円。うん。ちしみっぽい。ちしみがちょっと強いですね。ちなみにホワイトアッシュが3本のイエローアッシュが1本でございます。はい。はい。でん。 ならば7番7700円はいまあバーザイメープルまあちょっと値上げさせてもらったんですけどまあそこまではいかないな値上げする部類じゃないなと思ったやつでございますねはいということですはいじゃあ前半7番までで後半8番からさせていただきますよろしく お願いいたします。